もう全部出し切りたい。全部出し切りたい。だって7ヶ月練習したからね。うん。だって、ねえ。あの、一般練習に出てるわけじゃないんで、プロ練にずっと出てるわけですよ。うん。めちゃめちゃ楽しみですね。本当に。あの、ここまで来るともう楽しみでしかない。うん。マジで、降りたい。うん。 うん、マジであの、あのー、練習の量だけはちょっとあの本当にえっ、ー、とプロとプロプロ以上やってたのかもしれないなあまあ分かんないけどそれは分かんないけど自分のロードワークも入れたら本当にやってたんであのー、なんつうんだろうもう体力はもはやヘビーロープ5分飛べるんですごい 早く試したい。で、ね、ユウくんがさ、いい身長じゃん。あの人。西山と同じような身長なんですよ。だから、本当に悪いことしたなって思うぐらい練習相手になってくれて。んだって、そんな人いるタイまで一緒に行って、ね1日4時間半練習して、ねえ、モードをたどれば。ね、今、もう、エブリデイ、パースナルパースナル呼んでますからね。バク転教室にも呼んじゃってますからね。 うん、もうやりましたね、やりきったね、あとは調整です、あと3日ぐらい、もうがっつり追い込んで、うん疲労回復にいい方法、水風呂でしょ、やっぱり。なマスティ、筋肉には水風呂だよな、筋肉には氷風呂ですよ、もうこれはね、もう、うん、サディックが、あのー、氷風呂やるんですけど、サディックってあのフィジックのチャンピオンね。うん